こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon でアカウント削除される商品ですね。これがちょうどいい事例というか、一つの商品でね、アメリカならこれはアカウント削除される商品だなと。で、日本だと、逆にこの出品者が優遇されててですね、このショップジャパンの商品なんですけど、ショップジャパンの商品に相乗りしたり、同じのをカタログ作ってると、アカウントを削除されると。そしてね、この面白い違い。同じ商品を売っても、まあ、これアメリカのアマゾンで売ってたらね、このショップジャパン、こういう商品を売ってた時点でアカウントを削除されて、まあ、出品できなくなる。なのに、日本だと逆にこのライバルを蹴散らすね、優遇されてるというね、まあ、面白いというか、変わった現象が起きてるんで、まあ、その違いとかね、こういう商品がまずいという説明をこの商品でしたいと思います。この商品ね、もうかなりひどい商品ですね。くっつかないセラミックのフライパン、ね、油いらずとかって書いてるらしいんですけど、レビュー見るとですね、全然油いるじゃんと。で、この方のレビューがね、一番わかりやすかったんですけど、まあね、面白いですよね。まあ、明らかに誇大広告。そして、商品そのものは非常に、粗雑だということが言えます。まあね、鍋セット1万5980円出して、ね、3ヶ月しか持たないと、ね、まあ、およそ日本で売れる品質じゃないですね。なのにのうのうと日本で売ってます。でね、レビューも最悪ですね。一つ星をつけてる方41名という状態です。まあね、五つ星とかはね、買ってすぐだといい製品みたいなんで、買ってすぐレビューした人か、桜でしょうね。で、このショップジャパン、ね、まあ、中国で作っていろんな商品を売ってるわけなんですけど、まあ、この鍋は、まあ、お粗末の一言に尽きると、ね、いうのが言えます。で、こういうのを売った時ですね、これ例えば、日本だと、ね、こんだけひどいレビューついても、未だに売ってます。で、逆に日本アマゾンでアカウント削除される商品、この商品がアカウント削除されるような商品ですというわけではなくて、ショップジャパンの商品に相乗りするとアカウント削除されます。もちろん一般の出品者はね、これだけ品質の低いものを売れば、まあ、アカウント削除される。まあ、最低限商品は売れなくなる。ね、その商品は売れなくなるんですけど、日本の場合ですね、ショップジャパンはやっぱ相当売ってるんで優遇されてます。だからショップジャパンの商品は相乗りしない方がいいと。そしてまた、アカウント削除基準の違い、Amazon の攻略法の違いとして、日本の場合ですね、Amazon、事務所も少ないんで、おそらく営業担当者とアカウントスペシャリストね、同じ事務所で働いてます。まあ、目黒にいるんでしょうね。で、日本の企業ですんでね、会社終わった後とか、飲んで交流したりとか、会社でもね、喋ったりしてる可能性が高いです。そうすると勢いね、ショップジャパンすごい、手数料落としてんじゃんと、ね、俺の言うことを聞けよという営業担当の話と、アカウントスペシャリストのね、交流はあって、まあ、ほぼよっぽどひどいことをやんないと、アカウントは止まらないだろうと思います。で、逆に、ショップジャパンのね、邪魔になるようなことをしたら排除されるというのが現実問題起こってます。まあ、ところがアメリカの場合ですね、基本的にアカウントスペシャリストの方が強いです。なぜなら、悪質な出品者をのさばらしといたりね、粗悪な商品を売らしとくと、Amazon 自体がね、訴訟に巻き込まれる危険が高いというのがありまして、まず売り上げをたくさん上げたからといって、融通は効かないと。まあ、現に20億円売り上げてたね、月間20億、年間20億忘れましたけど、まあ、どっちにしてもね、20億という金額をやってた出品者があっさり、アカウント削除されてます。で、それもね、営業担当の方は OK したのを、アカウントスペシャリストはやっぱりダメだと、訴訟リスクが高いという判断になったんでしょうね。アカウントを消されてます。日本だったら多分そういうことは起こらなかったと思われます。で、また、日本、アメリカ、ともにですね、これほどひどい商品を売ったら、その商品は売れませんし、通常は、アカウントも削除されます。ところが日本の場合ね、ショップジャパンは他のものもたくさん売ってて相当、
ね、大口の出品者なんで優遇されてると。アメリカの場合ね、仮に、月頑張ってね、2000万とか5000万とかいう金額やって担当ついたとしても、粗悪品を売ってしまったら、おそらく一発取引停止になります。だから、まあ日本はね、日本アマゾンで大きくやるっていうのはあんまり、お勧めしてないんですけど、日本アマゾンの攻略法としては、一つのアカウントで売り上げをでっかくして担当をつけるというのが、一つの王道、まあ目指すべきやり方ですね。一方、アメリカの場合は、売り上げでかくなればでかくなるほど監視の目が厳しくなりますんで、ちっちゃい売り上げでアカウントをたくさん作ると、ね、いうのが、売り上げを急になくさないための、リスクヘッジ、最低限やるべきやり方になってきます。そういったのでね、日本アマゾンとアメリカアマゾン、大きく、違いがありますし、あと、ひどい商品を売ったら、アカウントは削除される危険が高いというのがありますので、それを念頭に入れてですね、Amazon 輸出取り組んでください。もちろん、転売アカデミーをご利用いただければ、そういう商品選びとかね、どのぐらいの売り上げで、どうやってアカウントを分けるとか、アカウント担当付き人だったらどういう話をするとか、いうところまでサポートさせていただきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。